またちょっと笑いが変わってしまうんですけど、どうぞ。大阪メトロの方がですね、はい、タクシー事業に、広げるということで、業務の多角化というのを、発表されました。はい、大阪市が可能にしたとは思うんですけれども、そういった、大阪メトロの経営の多角化ですね、これについての評価とか、今後の期待あたりを教えていただければと思います。そうですね、メトロに関してはもちろん地下鉄事業に加えてバス事業もそうですし、これからタクシーも一緒になるということであればタクシーの分野においても一緒になってですね、地下鉄、バス、タクシー、あらゆる手段を持ってこうマースやこうラストワンマイルやいろいろこう利用者の利便性を上げるような取り組みっていうところをぜひ推進してほしいと思いますね。メトロは今いろんな投資をしながら次世代のモビリティの在り方っていうのを追求してくれてますから、選択肢としてタクシーという選択肢が増えることは僕は素晴らしいことだと思います。これからも住民の皆さん利用者の皆さんに利便性が高いような事業展開をされることを願っております。はい、次の質問をお受けします。